おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバー、サイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは茶色、ラッキーナンバーは4です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。約10秒間お取りしました。進めていきます。まず1枚目めくります。ワンドの8の正位置が出ました。目まぐるしい速度で進み出す。現時点であなた様が手をつけているものは何でも勢いを増します。あなた様は前向きで元気になります。自分の足で行動し、考え、そして解決策を見つけるでしょう。努力は報われ、良い結果を手に入れることができるようになります。不愉快さ、執着心などのネガティブなものが一掃されることを表します。たった一人で戦い続けてきたように感じていても、陰で支えてくれている人たちの存在がきっとあります。どんな時でも周囲への感謝やいたわりを忘れないでください。協力が仰げなかったからと落胆する必要はありません。目に見える形ではなく、あなた様をサポートしようとしている動きに気づくことができないでしょう。うまくいっていない何かがあるとすれば、今こそ全てを謙虚な気持ちで受け止めましょう。時が来れば、あなた様の願いはきっと実現するはずです。その途上にあるからこそ、不安に駆り立てられたり、あなた様を試すような出来事が去来するのです。心配しなくても大丈夫。完璧なタイミングや完全な環境を求めるあまり、チャンスを逃すことのないように。心を豊かに、大船に乗った気持ちで取り組めば、現在進めているプランやプロジェクトは大きな発展を迎える。ワンドの8の正位置の意味は心よさ、スピード、進歩、運動、アクション。旅行、自由、休日、休日のロマンス、離陸、一目惚れから恋に落ちる、熱心に異性を口説く。2枚目めくっていきます。ワンドの7の逆位置が出ました。不利な状況で苦戦を強いられる。何から手をつけていいかわからなくなったり、事態を収束するのは不可能に思えるかもしれません。厳しい局面に立たされている暗示です。真剣に取り組んでいるのに、事態は悪化する一方で、疲れやストレスがピークに達するかもしれません。思い切ってやり方を変えたり、周囲の考えに逆らった方が、突破口が開けるかもしれません。もがけばもがくほど、物事がうまくいかなくなるような逆境を示しています。あなた様が信念を曲げ、降参し、諦めることを表しています。敗北、降伏、勇気やスタミナの欠如があること弱さがあります。コントロール、権力などを失っていることも示しています。少し素直に担ってみることが大切です。防御の姿勢を少し解いてみましょう。あなたは四面楚歌に陥っています。あちこちで処理しなければならないことばかりが多くなるのに、なかなか解決されずストレスだけが溜まっています。エネルギーや気力を失って、前途多難です。ワンドの7の逆位置の意味は恋のライバルにしてやられる、恋を失う。労力が無駄に終わる、不意打ちを食らう、本心とは異なる表面上の会話、
弱気な受け答え。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。